鉄拳のコアにやってる人だったら全員が本当はやりたいっていうようなプレイスタイルですよね。でもその実現しきるのはなかなか難しいんで、どこか妥協してっていうところがかなり多いと思うんですが、その妥協が非常に少ない選手ですね。画面右側です、韓国の鉄拳神ニー選手。対するは日本のエンタン選手ですね。日韓戦どれほどの実力、頑張ってほしいな、ニー選手に対して。まあ、特にやっぱり日本のプレイヤーもそのニー選手に対して持っている憧れとか尊敬とかってすごいものがあると思うので、近くで見てますからね。さあクラウディオを使うようです、エンタン選手。さあ崩し能力があまり高くないと言われているクラウディオで、この鉄壁の防御力をどうするのかと注目していきましょう。ニー選手のフェンが登場です。ジャブ、細かい技ですね。まずはまとわりついていく動き、基本技で削っていく奥攻めです。有利を削くアケリア、果敢に下行きますね。ですね、下段攻撃を果敢に打っていく、しゃがんでる、うわー、えら、ここは連携をしっかりしゃがんで側面ですが、なので置き攻めに行く。壁コンボにはなかなか行きづらい状況でした。素足からテスタさばいている、うわー難しい、軸をずらしたかったか、距離を取るのはに、カウンターテスタさばけない、早い展開を作りました。はい、序盤のステップインガードからのまとわりつき、これが非常に効いてますね。プレッシャーがある、そして頭突きの有利、頭突きの有利、これはガードしている。常にこのスカイエンドロバー、まあ、いわゆるライト、はい、これがしたらこれの暴れをケアした動きをにはずっとしてますよね。まあ、むしろ打たせて取りたいという動きをしてますよね。ソードラッシュカウンターヒットから難しいコンボをやらなくても KO の体力計算できているので、はい、踏んづけで OK、盤石です。どうするエンタン、これです。待って、しかもガクスンコ最大反撃になった。ガクスンコ入れるってことはもう完全に待ってましたね。はい、打たれたら最大反撃を返す、これの意識で、それがどうするんだ、付き合いません。下段をちょっとこうステップと放置して、どこかでこう暴れてくるでしょっていう感じで、2位は丁寧に、うわうまい、いい好転だ、投げは抜けている、ただ体力がありませんでした。硬すぎる、どう崩すんだ。まあでもかなり下段はその2位が捨てている分、エンタンも下段を打ってるんですよね。そうですね、通ってはいる、ダメージは取ってるんですけど、まあ、決まり手にはなっていない。まあ、そこがやっぱりある種クラウディオの弱点というか、ダウンをね奪えないっていうのは痛いところですよね。できればやっぱり壁に押し込んで、まあ、壁を絡めて、そういう意味でやっぱりイラがこううまく使えるといいですね。ちょっとここまでそのいわゆるマイマイマイ RP のスラッシュイラが、はい、まあ、ほとんど出ていないというところ で、 そうですね、あれによる横押し、まあ、通らばね減りますし、ただやっぱりその2位が割とそのステップインして圧を強めてるせいで、マイマイマイ入力がなかなかできる隙間がないっていう展開から前に出てダッシュガードしてることで、マイマイマイ入力しづらいっていうところでしょうか。あ、確かにハメコさんのおっしゃる通り、イラによる押し込み、そして壁攻め、これあ、うわ、ダメ、ダメなの、左のコイド聞いてた、ちょっとやめてよ、あんな左のコイドで避けれるんだな。まあ綺麗でしたね、今のはね、タイミング完璧でしたね、はい、まあ、ですけど、あれを打っていきたい、そうですね、あれはやっぱりあのクラウドオープンところにヤツが空振りしていた、助かりました。いい、これは横移動からと下段と2択にしましたね、はい、割って押っせをする、最後からワンツー、いやーこれなるほど、よく見てましたね、これよく見てたな今、そうか、確かに、確かにな、普通のワンツーガクスンだと、はい、まあ、壁ちょっと遠かったんで壁強にならないところで、うん、ただその前に技を食らってたんでレイジになっていたと、見逃さないワンツースーパーガクスン、しかも剥がしも即的に、そうですね、昭和ガクスン、さらに言えばワンツー背面ガクスンって前入れガードできちゃうんで、はい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 、ガードされても OK のですね、ドライブガクスンなんですよね、確かになり織り込まれてるな、あ、まあそこ前入れガードかなり無理ですからね、はい、もう今日もうまく使っていきます。いつの間にか、わー2発取りに行く、両パンパンチ当てみよう、うん、出していったら終わっている、今度は相手出していく、イラ来たぞ、このイラをうまく使っていった、そうですね、こうしていくことが必要、押し込んでいく動き、このクラウディオの、まあ、最強の武器の一つ、
キラこれをうまく使っていきたいですね。ですけれどもやはりこの2位の前に出る圧力がすごい。カウンター、まあ、どっかでねこうしてカウンターを狙っていかないとダメージ取れないですよね。この今いわゆるクラウディオ起源カウンターはここまで2回出ている、うん、はい、そうですね。きた、確認して剥がして難しい。ここグラビティゾーンガープしてる。言うかな待つ、何もさせない。うまっ、回復するかい。うまっ2発目のパンチを当てみるスポット取っていく動き、結構あの壁に追い詰めた時に横移動してやっぱり相手を壁と平行にする動きっていうのが強いじゃないですか。はい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 、それを作って手を出させて取るっていうね、2段構えでしたね。素晴らしい動き、もう攻めたくなるんだけどな。おただいいノバが入ってるぞ。やっぱり堂々的にいってる方が、まあ、結果出てるんで、そうですね、いいですね、うん、技を打っていきたい、攻める動きをしていきたい。アケディア、プレッシャーがすごいよ。プレッシャーがすごすぎて手出しちゃいますね。でエンタも壁を背負う時間が多くなっちゃってるんですよね。いい下段だ。さあ走る、遅れてる、間に合わない。カッパドライブガクスが匂いすぎる、危な。おお通算クロスクレイブどうなの。うわー、おーフォーミングアタック発生勝ち。いい2です。分かりませんね、はい、いやドライブガクスの潰したの大きかったですね今、うん。外からフォーミングアタックで牽制するのはエンタン、スラッシュ有利から、うわ飛んでる、見事。確かに入荷にやつ上からとテッサー暴れられないだろ。よく暴れましたね。体力リードですよ、分かりませんよこれ。これ1試合もあるか。エンタンいいペース、しゃがんでる、それはダメ。対応完璧、イケガクスンしっかりほぼゴム削ってグラビティ、うわーしっかりガード。いや2発目反撃返せないよな、難しいですね。三発目がある、はい、抵抗にして何もしないこのプレッシャー。ただそこをイラで押し込んでいいですね。そうですね、押し込みがある。この押し込み反撃返して、分からんぞ。どうだ、ドライブ落ちたい、遠いくっ、プレッシャー足らない、残った残った、くっ時間がない、なになになに、うわーカッチコチ、くっせない。いや惜しかったですけどね。いやいい内容でしたね、うん。